輸血とは血液成分の不足を自他の血液から補う治療法のこと。血液を臓器の一つとして見れば最も頻繁に行われている臓器移植であると言える。通常は他人の血液から調整された輸血製剤を点滴投与することを指す。感染症や移植変態宿主病にかかる危険を減らすため手術や化学療法を行う際に あらかじめ採血し保存しておいた事故の血液を使うことがあり、これを特に自己血輸血という。全成分をそのまま輸血する、全血輸血、赤血球、血小板、血小成分及び、凝固因子などの成分ごとに分けた、成分輸血がある。血液由来感染症の防止及び献血された、血液の有効の観点から、全血輸血は行われない。輸血製剤の量は、 単位で表記する。日本では2 0 0ミリリットルの献血から作られる量が一単位で、国により量が異なる。かつては、下流球輸血も行われていたが、副作用が多いこと、GCSF が発見され投与されるようになったことなどから現在では少数派となりつつある。しかし小児や、なかなか GCSF の効果が現れないような、症例の場合には、 非常に有効となるので、現在でも、兄弟などの一部の医療機関では行われている。歴史上の予決に類する試みで文書に残るのは、17世紀の年代記作家、ステファノン・フェシャーランの記述に遡ることができる。1492年、ローマ教皇院のケンテウス8世の臨終に際して、3人の10歳の少年の血が医師の提案で口から与えられた。 少年たちには金銭が与えられる約束であったが、教皇だけでなく三人の少年も死んだとされる。んフェシャーラの作り話であるとする人々もある。ハーベイの血液循環節から17世紀には動物を使った実験が行われるようになり、1666年にはリチャード・ローワーが犬から犬への輸血で失血させた犬に輸血を行い、回復させることに成功した。 人への輸血の試みは国王類14世の遺志を務めたジャンバティスト・デニが1667年6月15日に15歳の少年に12オンスの羊の血を輸血し、次に労働者にも羊の血を輸血した。これらの被験者は生き延びたが、輸血の量が少なく、拒絶反応に体が耐えられたためだと考えられる。3人目の被験者が死に、その後、 スキャンダルに巻き込まれ1670年にフランスでは輸血の試みは禁止された。1667年にローアーも人への数百 cc の羊の血の輸血を行うが被験者は生き延びた。動物の血の人への輸血は1875年頃、レオナルト・ランドイスラが異種の動物の血液輸血が溶血反応などを起こすことを 試験管内と動物の生態実験で証明するまで300例以上も実施された。人から人への輸血に成功したのはイギリスのジェームズ・ブランデルで1818 18年12月22日にうち出血で死にかかっている女性患者に夫の血4オンスを注射器を使って輸血した。患者は2日半ほど元気を取り戻した後死亡し、 1825年から1830年の間に合計10人の患者に輸血を行い、そのうち5人が生き延びた。南北戦争で2回の輸血が行われ、不屈戦争でも戦場で輸血が行われたが、血液型の不整合の問題や、血液の凝固の問題で多くの失敗例が生まれた。カールラントシュタイナーによって、 血液型が発見されるのは1901年のことであり、この発見が輸血の危険性を減少させることとなった。20世紀初頭の輸血に関する技術に貢献したのはアレクシス・カレルやジョージ・ワシントン・クライルで血液の凝固を防ぐために患者の静脈にドナーの動脈を外科的に接続する方法で患者を救った。クライルは1905年に直接,接合による 輸血法で成功を収めた。1910年代に、ベルギーの医学者、アルベール・ユスタンラによって、血液工業固剤の開発が行われ、第一次世界大戦では、多くの負傷した兵士の生命を救うこととなった。日本における、輸血の実施は、第一次世界大戦に、日本赤十字社の救護班を率いて、パリに派遣された、塩田広重が、輸血の効果を体験し、 1919年、日本で子宮禁止の患者に行って成功した。塩田は1930年に右翼の青年に狙撃された浜口友好首相を輸血を行い手術して救った。日本では1974年以降、輸血用血液はすべて献血で賄われている。以下の項では特に断りがない限り日本の状況について述べている。昭和20年代まで、 頻繁に行われていた方法で、輸血の必要な患者のあった時、近親者や知人、もしくは強血圧栓業者が派遣した強血者が、その場で血液を提供するもの。血液が名の合う人がいない場合があることや、感染症をチェックできないこと、GVHD の危険性が高いことから現在はほぼ、絶無である。1948年には、輸血を受けた女性が、 梅毒に感染した東大病院輸血梅毒事件が発生。枕元輸血に代わり保存血輸血に移行するきっかけとなった。いわゆる梅血で血液を提供する代わりに謝礼が受け取れるもの。しかし、麻薬常習者など感染症のリスクの明らかに高い、提供者も金目当てに参加するため、当時はまだ知られていなかった C 型肝炎の汚染が蔓延した。 1964年のライシャワー事件により、危険性が大きく、クローズアップされ、全員の提供者による献血制度へ移行することとなった。健康人が無償で血液を提供する寄付行為。報酬としては簡単な血液検査、通算回数の多い献血者に対して記念品を贈る表彰、他に献血による貧血解消のためのドリンクやお菓子など、 あくまでも人の善意に頼る面が強いことから、血液の安定供給という点で課題が残っているが、現時点では最も安全で、金銭のやり取りがないため、倫理的な問題もクリアしていると言える。ただし、献血血液が売血より安全だという古くからの、定説は、今日の問診検査の水準を考慮すると疑問が残る。略称は RBC、RBCLR。 RCC、RCCLR、RCMAP 等、全血から赤血球のみを取り出し、マップなどの保存液を添加したもの、極度の貧血や外傷、手術による出血に対して用いる。2007年2月より、全白血球除去となり、薬価も4000円ほど高くなった。しかし、全く白血球が残存していないことが保証されているわけではない。 保存期間は2摂取6度で21日間。通常は2単位を1時間で点滴する。他の低調な有液製剤と混ぜると溶血することがあるので注意が必要である。1単位は血液 200ml を遠心分離によって区分けし、保存液などを合わせて 140ml としている。マップと略称されることがあるが、その言葉は全く濃厚赤血球を意味しない。 また、日本国内で製造、販売されている濃厚赤血球は、ほとんどすべてが、照射赤血球液 LR という製品であり、製造元で使用されている略称は、IRRBCLR である。IR とは、放射線を照射することにより、わずかに含まれている白血球を不活化し、GVHD の発症を予防していることを示す。LR は、 白血球除去処理済みの略語である。循環血液量の15から20%の出血なら細胞外補充液、20から50%なら人工抗質液を投与し、赤血球不足による酸素供給不足が疑われれば RBC を投与する。通常、慢性貧血でも日常生活などに支障がなければ輸血は行われない。また、愛波でも最初は、 副腎皮質ステロイド薬が第一選択となる。輸血開始から長くても、約6時間以内に輸血を完了させるのが望ましい。RBCLR の一単位の HB 値は 19g、デシリットル、容量は 140ml なので一単位あたり 19g、デシリットル 140ml、100イコール約 26g の HB が含まれている。 また循環血液量は7 0ログラムなので予測上昇 HB1 イコール投与 HB 量体重100例えば体重7 0ラムの患者に2単位の RBC を投与した場合蒸気の式より予測上昇 HB1 イコール1 9ム、デシリットル2 8 0トル、1 0 0 7 0ラム、1 0 0イコール約1 0 8ム。 デシリットルとなる略称は PC。20摂氏二十24度で浸透して保存する。2004年10月より、全製剤白血球除去となっている。さらに有効期間は2007年11月に、採血後72時間以内から、採血後4日間と延長された。使用対象の疾患が複雑で、普通は血小板不足による出血に対して用いるが、中には近畿の疾患もある。 輸血による副作用を防ぐ目的で、洗浄血小板が使用される。血小板が5万、売る以上あれば重篤な出血はない。予測血小板増加数イコール輸血、血小板総数、循環血液量また、PC10 単位あたりの血小板数は2。例えば、体重 70kg の患者に1 0単位の PC を投与した場合、 蒸気の式より予測結晶板増加数イコールに、70kg、イコール約27000、ウルとなる。輸血効果は CCI で判定される。1時間後に7500、24時間後でも4500を下回れば無効。その場合は、HLA 抗体の存在が疑われ、HLA 適合結晶板の輸血が必要となる。CCI イコール増加結晶板数対表面積。 輸血結晶板総数、例えば体表面積14平方メートルの患者の PC10 単位投与1時間後に1万上昇していた場合、蒸気の式より CCI イコール11.42.0イコール7000となり7500以下なので無効となる。略称は FFP。採血後分離した結晶成分を6時間以内に引く、摂氏20度で凍結したもの。 使用直前に30摂氏37度で誘拐し、誘拐後は直ちに使用する。直ちに使用できない場合は、2摂氏6度で保存し、誘拐後24時間以内に使用する。結晶中にはアルブミンなどの結晶タンパクや、種治の凝固因子が含まれる。血中タンパクの不足だけならば、アルブミン製剤で補えるので、新鮮凍結結晶が必要になるのはディクなど、 凝固因子が枯渇している場合である。2005年から採血後6ヶ月間の貯留保管が実施されており、現在、医療現場で使用されている FFP はすべて採血後、6ヶ月間の貯留保管期間を経過した製剤である。保存期間は低、摂氏20度以下で1年間。一般的に出血量100%以上で希釈性、凝固障害が起きた際に使用される。また、凝固因子。 第部因子、第 1C 因子欠乏症に対する濃縮製剤はない、ため、これを補充するには FFP を使うしかない。血栓性血小板減少性死半病の場合、TTP は、血清中にアダムッツ13に対する自己抗体ができ、そのため、フォンウィルブランド因子マルチマーを切断できず、血小板血栓が生じる疾患なので、FFP で血小交換療法を行う。 L, アスパラギナーゼ投与に伴う出血には適応となるが、逆にクマリン系薬剤に伴う出血の場合、これは肝臓で第2、7、9、X 因子を合成する際に必要なビタミン系依存性酸素反応の阻害剤なので、これらの欠乏には FFP ではなくビタミン系の補充を行う。誘拐後直ちに輸血を開始するのが望ましい。 これは誘拐してから、凝固因子の活性低下が始まることに起因している。予測上昇凝固因子活性値イコール、FFP 投与量血管回収率、循環結晶量例えば体重 70kg で、ヘマトクリット60%の患者に FFP4 単位、投与すると、血管回収率を80%とすると、循環結晶量は 70mlkg なので、 予測上昇業コイン死活性値イコール480、0.8、70kg70mlkg 70イコール約19.6%上昇する。急性の低タンパク血症に基づく病態や他の治療では管理が困難な慢性低タンパク血症による病態に対して一時的な病態改善を図るために使用する。 25%製剤として献血アルブミン、ベネシス、赤十字アルブミン、アルブミナー、5%製剤として献血アルブミン、日薬、献血アルブミン、ベネシスなどが有名である。かつては、術後2日間は、細胞外液と血清アルブミン濃度の減少が見られるため、様々な輸血製剤が用いられてきたが、現在は、細胞外液以外の補充は必要ないとされている。 とぼし尿が出現し、細胞外液を孵化するのを躊躇する呼吸障害や低アルブミン血症が見られる場合は、細胞外液とアルブミン製剤を併用する場合は、ある。50から100%の出血では、濃度低下による排水腫やとぼし尿を防ぐため使用する。また、ギランバレー症候群に対する血症交換の置換液としても使用される。 投与後の目標血清アルブミン濃度としては、急性の場合は 3.0g デシリットル以上、慢性の場合は 2.5g デシリットル以上とする。人工心肺使用後の低アルブミン血症は一時的なので、また肝硬変による慢性的な低アルブミン血症の場合にも使用されない。アルブミンの血管回収率は40%、また循環血晶量は7 0トル。 キログラムなので必要投与量イコール、期体上昇量体重7 0トル、キログラム、102.5例えば体重7 0ラム、ヘマトクリットル60%の患者のアルブミンを1グラム、デシリットル上げたい場合、蒸気の式より必要投与量イコール1グラム、デシリットル7 0ミリ7 0トル、キログラム、102.5イコール4 0ムとなる。 これは 5%250ml 製剤では49イコール3.92切り上げで4本必要となる近年注目されている技術に自己血輸血というものがある。これはあらかじめ自身の血液を摂取保存しておき出血が見込まれる手術などに遭遇した場合その血液を用いて副作用のリスクを軽減させるという目的がある。しかし近年 多くの外科的手術では、輸血がされなくなりつつあり、大量出血が見込まれる、整形外科的分野や分娩を扱う、酸化分野と、適応は限定されている。略称は WB。採集された血液をそのまま輸血する方法。現在はあまり一般的ではない。なぜなら、血液成分は赤血球、血小板、血小それぞれが、保存条件が異なるため、 分離しないままでは極端に保存期間が短くなるからである。ただし、一度に複数の系統の血液成分を補う必要がある。場合には、全血輸血の理論的適用がある。複数の血液製剤を使うよりも感染を受ける機会を減らすことができるからである。しかしながら、現在では、血液センターからの全血供給は注文制であり、限られている。 術中の予想出血量が500から600で、輸血の可能性が30%以下の待機的手術で ABO 型が判明しており、かつ RH 陽性で不規則抗体陰性の場合は交差適合試験をしない方式。もし必要になれば、生殖法、もしくは製剤の ABO 型確認だけで出庫する。過去データから、術式別の輸血量と準備量を調べ、C、 t 比が1.5以下になるように製剤を準備する。患者の実前、HB1、輸血開始、HB1、術式別平均出血量から、準備量を計算する。血液準備量イコール術式別平均出血量、200。この結果が0.5以下なら t&s。それより大きければ死者誤入で、単位数を算出。コンピュータ支援により、 一切の交差適合試験をしない方式。ただし、下記の三つの条件がある。利点は ABO 不適合防止、迅速な出庫、省力化、製剤の有効利用など、欠点は不規則抗体の繰り返しの測定が必要なことと保険性給付化。通常の輸液と異なり、血液製剤は急速に大量に血管内に注入する必要がある場合がある。また、 特に濃厚石血球は冷却して保存されるため、冷たい RBC を急速に輸血した場合の血管痛を低減するため、また体温の低下を防ぐため、過温しながら輸血を行うことが現在でも一般的である。そのための専用の輸血ライン用ヒーターが存在する。出中での輸血では輸血ミスは患者の死に直結しているので重大な責任問題であり、 施設の存続にも関わる。そのため、各医療施設はいかにこれを防ぐかをマニュアル化している。最も主な輸血ミスの原因は患者取り違えなので一般的に血液型検査用の検体と交差適合試験用の検体は別々のタイミングで採血される。これは一回の採血で得た血液を2本の容器に分注するとして、 その採血を取り違えてしまうと異形輸血の危険性が高まるからであり、まず血液型が確定していれば、次に交差適合試験用の検体を違う患者から採血してしまっても、交差試験でエラーとなるので異形輸血は避けることができるという考えに基づいている。実際、日本で起こった患者取り違えによる輸血ミスの多くは、これを理解できなかった。 医療従事者によって引き起こされている。血液法及び医薬品医療機器等法が知られている。しかしながら、医薬品医療機器等法は、ロットを構成する医薬品に適切な法律であり、ロットを構成しない輸血用血液に適用することが適切か問題を含んでいる。血液法及び医薬品医療機器等法の要点は、安全な血液を安定供給する。 国内時給を達成する責務を明示するということである。特に医療従事者の責務としては、適正輸血の推進、安全情報の提供、インフォームドコンセントの取得、投与記録の保管、調査の協力、輸血管理体制の構築が求められている。HBEV はナット感度以下の低ウイルス量でも感染する可能性があるためナットだけでなく、 高 HBC 抗体も測定されている。HBV、HCV のそれぞれの平均ウィンドウ期間は34日、23日である。HIV についてはウィンドウ期間が11日と短縮された。海外渡航などのリスクがあれば34日以上は献血を避けるべきである。輸血に伴う反応を理解するには血液製剤の作り方を考える取り解しやすい。 血液製剤は、採血によって得た血液を遠心分離することで、成分を分離して作っている。赤血球製剤の場合は、すべてが赤血球というわけではなく、分離しきれなかった、血小、白血球、サイトカイン、血小タンパク、保存液が含まれており、これが様々な作用を起こす。例えばアレルギーやアナフィラキシーは、血小タンパクが誘因となり、 発熱はサイトカインが有因となる。GVHD はリンパ球が起こし、トローリーや血小板不能は高 HLA 抗体や高下流球抗体が引き起こすと考えられている。原因がわかっているため現在も有害作用の除外が改善されている。例えば2007年現在は製剤を作る過程で白血球がフィルター除去されているため、 サイトカインも少なく輸血後発熱の頻度はかなり低下した。また、GVHD の予防として放射線照射が行われている。この効果は、細胞の核に傷をつけることで、細胞分裂を阻害し、GVHD を引き起こすだけのリンパ球が蓄積しないようにするということである。感染を防ぐため従来の抗原抗体反応よりも、ウィンドウ期の短いナットが導入されている。 またさらに血小蛋白を除外したい場合は、洗浄赤血球という製剤も用意されている。溶血性輸血副作用そのため、ガイドラインでは輸血開始後15分間は、輸血速度 1mL、15分後からは 5mL にし、看護師がベッドサイドにいて観察することが必要となっている。非血性輸血副作用人かゆみ、発熱はいずれも、 抗原、抗体反応を基盤として起こると考えられている。また、血圧低下は40%が、輸血開始50分以内に起き、30分以内では76%を占める。トローリーとタコの比較感染症血管、瞑想神経反射献血や、自己血採血時の副作用で最も重要。転倒による死亡事故も起きている。 血液製剤等に係る訴求調査ガイドラインでは、主に HBV、HCV、HIV の検査のため輸血前後の患者血清は 2ml 程度引く、摂取20度以下で3ヶ月以上保管するよう言っている。また、特定生物由来製品の使用対象者の製剤名、ロット番号、氏名、住所などの記録は20年間の保管義務がある。 近年は輸血の施行の際に同意書を取ることが一般的である。輸血の副作用で患者に障害が生じた場合、PL 法に基づくと日本赤十字社が賠償するべきだが、日本赤十字社を訴えるということが難しいということから医療機関が訴えられることが多い。輸血製剤に病原菌が混入し、輸血を受けた患者が死亡したとき、 その輸血製剤を使用した病院と医師が有罪になったこともある。輸血同意書には大抵は以下のようなことが記載されている。輸血は確かに危険は伴うが、重大な副作用が起こるリスクは、交通事故の遭遇率より低いため同意書を取るほどのことなのかという疑問が業界内にはある。現在、適切な輸血に応じ医療機関に報酬が与えられている。愛と 2があり、下記で区別されている。RBC 輸血量イコール0.54未満かつ、アルブ輸血量、RBC 輸血量イコール2未満が、輸血管理量 i。RBC 輸血量イコール0.27未満かつ、アルブ輸血量、RBC 輸血量イコール2未満が、輸血管理量2アルブミン製剤の使用量を求めるには、各アルブミンを使用重量に換算する。 例えば 5%250ml なら 12.5g となる。これらを3で割った値が単位数である。医療機関が輸血をする際に確認する項目を述べる。この項目が正確になされていないと輸い血製剤に問題があった場合も、医療機関は輸血製剤の不適切使用として訴えられ、敗訴するという判例がある。 接客級マップ l r の場合は2単位を1時間で点滴する場合が多いが有効期限は点滴が終了する時間まで満たされていないと不正しようと認定されることがある。特に結晶板濃厚液は有効期限が短いので注意が必要である。点滴が、つまり予定が狂ってしまうことはよくあるからである。2004年から ウイルスマーカーが要点した献血者血液の訴求が始まり患者に告知されているがそのリスクとコスト心理的影響を考えると問題なしとしない。特に変異型クロイツフェルトヤコブ病に関する訴求は科学的にも容認し難い。感染症に対する恐れや心情により輸血を避ける人もいる。新鮮血前血輸血が一般的であり、 輸血を必要とするほどの病態ではその効果は即効的に現れる。保存血の使用は人に比べるとあまり一般的ではない。しかし、施設によっては赤血球輸血、新鮮血症輸血など成分輸血を行うこともある。動物においても血液型の際による同種免疫は存在するが、犬では初回の輸血では血液型が不適合であっても、 副作用発生の確率は低いとされている。しかし、100%安全であるとは言えない。自然抗体がある場合には、輸血副作用が発生するリスクはある。従って、輸血液の相性を見る交差適合試験は不可欠となる。ありがとうございます。